2015年4月某日、日本国東京都森宮市。この日、彼の日常は引き裂かれた。それじゃ、お疲れした。ああ、またよろしく。気をつけて帰るんだよ。どうもーす。ふぅ、結構遅くまでかかっちまったな。酔っ払いのトラブルがなきゃもう少し早く上がれたんだが、まっおかげでいい稼ぎにはなったか。とっとと帰るか。おっと、そういや連絡を。ん？ヒイラギ？見間違いじゃないよな。あいつこんな繁華街をうろつくようなやつだったか。バイトが終わったばかりだってのに。確かこっちの方に歩いて行ったはずだが。おいおい、嬢ちゃん釣れねえじゃねえか。ほんのちょっとくらいおしゃべりしてくれてもいいだろう。はあれ、とことん無視？なんだかお兄さん、そろそろムカついてきちゃったな。見れば見るほど綺麗な顔してるじゃねえか。笑顔の一つくらいサービスしてくんねえかな。あんま怖がらせんなよ。その制服、確か森宮学園だろ。結構いいとこ通ってるじゃん。たまには俺らと思いっきりハメ外そうぜ。あいつらチーマーか？どこかで見たような。ち、仕方ねえ。おい、あんたら。赤いヒビ？現れたわね。なんだよ、何が。ヒイラギ！
何が起き、あ、おいおい、一体何の冗談だよ。夢？それにしちゃ意識がはっきりしてるような、綺麗っつうか不気味っつうか、まさかあの世とか言わねえよな。さっきまで確かにあのガード下にいたはず。ヒイラギ、おい、どこだヒイラギ。あのチーマーどももいねえ。さっきのに巻き込まれたのか。わけがわかんねえ。一体何が起きてるんだ。ここでうだうだやってても仕方ねえ。ヒイラギと出口を探さねえと。あれはヒイラギに、さっきのチーマーどもか。無事みたいだな。たく、心配させやが。黒い奴らは。逃げろヒイラギ。ソウルデバイス起動。無事みたいね。あなたが見える人とは思わなかったけど、あの状況で飛び込んでくるなんて意外と熱いというか無鉄砲なところがあるみたいね。なあヒイラギ、これって夢なんだよな。じゃなきゃさすがに意味不明すぎるっての。ええ、その通りよ。ただの一夜の悪い夢、少なくともあなたにとっては。ヒイラギ、でも安心して、悪夢もいつかは覚めるもの。今日常に返してあげるわ。あ、おやすみなさい時坂くん。
ここ。あ。俺の、部屋。もう、やっと目が覚めた。おはよう、こうちゃん。なんだかうなされていたけど、大丈夫？怖い夢でも見たの？しおり。いや、なんでもね。ただ、ちょっと昔の。って、なんでお前がここにいるんだ？起こしに来てあげたの。時々様子を見ておいてって、おばさんから鍵を預かってたから。インターホンを押しても全然出ないと思ったら。制服のままベッドに入るなんて、さすがにだらしなさすぎるよ。制服って、あ。また夜遅くまでアルバイトしてたんでしょう。高校生で深夜まで働くなんて本当はいけないんだからね。昨日は結局何時に帰ったの？昨日は。あれ？バイトが終わってからどうやって帰ってきたんだ、俺。もう、こうちゃんってば。起こしに来て正解だったみたい。ほら、シャワーだけでも浴びて、それからうちに来てね。ちゃんとこうちゃんの分も朝ごはんを用意してるから。お前は俺のお袋かよ。そろ散り際だね。でも綺麗。今年は咲くのが遅かったけど、その分長く楽しめた気がするね。ああ、そうだな。ほら、こうちゃんも急ごう。もうすぐ予定がなりそうだし。ふう、慌てなくても間に合うって。俺は眠いんだよ。少しくらいダラダラさせてくれ。もう、二年生になったんだからしっかりしないとダメだよ。それに、先生に怒られるのは、こうちゃんも避けたいんじゃない？まあな。あ？どうした？多分気のせいだと思うから。いいよ、お二人さん。おはよう、こう、しおりちゃん。おはよう、りょうたくんに、じゅんくんも。なんだ、一緒に来たのか。うん、さっきそこでちょうど一緒になってさ。お前らの方こそ、今日も夫婦で仲良く登校かよ。羨ましいね、この子ら。誰が夫婦だ、誰が。朝っぱらからうるせえっつの。あら、こうちゃんたら、もしや照れてらっしゃる？バカ言ってんじゃねえ、バカ。このバカ。
もう、二人とも相変わらずなんだから。二年生になってまだ二週間くらいだしね。でも、またみんなと同じクラスになれてよかった。うん、本当に。改めて今年もよろしくね。こちらこそ。げ、もうよれ。ああ、もう余裕だったのによ。とっとと教室に行くぞ。この問題が解ける人。遠慮しなくていいから、どんどん手を挙げてね。くぅ、とわちゃんやっぱ可愛いよな。お前みたいな不愛想な奴のいとこだなんて、信じらんねえぜ。誰が不愛想だ。関係ねえだろが。ったく、よりにもよって俺のクラスの担任になるとは。いいじゃない。別に仲は悪くないんでしょ？新任なのに担任を任されるくらい優秀みたいだし、授業もすごくわかりやすいよね。いや、それは結構なんだが。こら、コウ君！授業中におしゃべりしない！違うの、今のはなし。ついいつもの癖で呼んじゃっただけで。やっぱ最悪だ。もう、おしゃべりしているからだよ。ちっ、羨ましいやつ。こほん、とにかく、問題を解ける人はいない？ちょっと先の範囲だし、やっぱり難しかったかな。はい、先生。あ、じゃあ、ヒイラギさん、前に出てくれる？はい。合っているかはわかりませんけど、こうでしょうか。うん、正解！途中式も完璧だね。よくわかったね。よかった。予習していた範囲が当たってくれたみたいです。それは関係ないような。そつなくこなすな。くぅ、しびれるね。さすがは帰国子女。俺らとは頭の出来が違うぜ。ヒイラギアスカか。まだあんまり話したことはないが。なんだ、今の。こうちゃん？
しかし、実際ずりーよな。幼馴染だけじゃ飽き足らず、あんな可愛いいとこまでいるとは。ちくしょう、次はナイスバディの若いおばさんでも現れるのか？いねえよ、そんなの。りょうたくん、最近ずっと似たようなことを言ってるよね。はぁ、いい加減聞き飽きたってば。だって、まさかのコウくんだぜ。いつもの癖なんだぜ。まあ、もう何度もうるせえ。大体お前、どっちかっつうと年上好みじゃなかったか。あんな子供っぽいのでもいいのかよ。ばっか、とわちゃんはそれがまたいいんだろうが。くそ、覚えてやがれ、こう。こうなったら俺も、今年こそはめくるめくバラ色の高校生活を謳歌してやるんだからな。ああ、去年は初っ端から散々だったもんな。あろうことか、順に。だ、思い出させんな。あれは俺の黒歴史なんだからよ。ちょっと懐かしいね。そういえばこうちゃん、ヒイラギさんと何かあったの？あ？その、勘違いだったらごめんね、なんだけど。とわ先生の授業あたりからずっと目で追ってなかった？それは。へえ。こう、お前な、まさかと思うが、あのヒイラギさんを狙ってるんじゃないだろうな。今年からこの学園に編入したヒイラギアスカと言います。しばらく米国に住んでいたので日本の学校にはあまり馴染みはありませんが、同じクラスの一員として皆さんと充実した学園生活を送れたらと思っています。どうかよろしくお願いしますね。容姿端麗にして成績優秀、それを全く鼻にかけない明るく爽やかな性格。4月にしてすでに男子人気ナンバーワンの座に君臨しているあのヒイラギさんを。ちょっと競争率は高そうかな。だから違うっつの。別にそんなつもりはねえよ。ただちょっとな。ちょっと？いや、なんでもねえさ。さすがに夢かなんかだろうしな。そういや、俺のことより、お前の方こそ何かあったのかよ。今朝、正門のあたりで、妙に後ろを気にしてたみたいだが。それは、うん、実は最近ちょっと気になることがあって。気になること？近頃変な気配を感じることがあるの。自分の後ろに何かいるような、そんな感じというか。何か？まさかストーカーか何かとか？多分違うと思う。ちゃんと確かめたわけじゃないから何とも言えないけど。よくわからん話だな。もしかしてあれか、季節外れの幽霊でも出たとか？もう亮太ってば、もう少し真面目に考えて。もしかすると、そうなのかも。なんていうか、人の気配とはちょっと違うような気もするし。え？いや、やだなぁ、しおりちゃん。本気にしないでくれってばよ。不思議な話だね。
ま、とにかく何かあったらすぐ言えよ。バイトがある日だって家まで一緒に帰るくらいはできるだろうからな。こうちゃん、ありがとう。りょうたくんにじゅんくんもあまり心配しないでね。はい、ホームルームはここまで。みんな気をつけて帰ってね。ひらぎさん、号令をお願い。起立。で、さてと、今日のお勤めもようやく終わったことだし、みんなでどこかに遊びに行かね。なんだやぶから棒に。いや、今日は部活が休みでさ、親父たちも商店街の会合っていうか宴会でいねえから結構暇してんだよな。そっか、僕は別に構わないけど。私も家に連絡を入れたら大丈夫だと思う。こうちゃんはどうする？ああ、悪い。バイトが入ってる。マジかよ。バイトって昨日じゃなかったのか？ああ、今日はレンガ小道のアンティーク屋に呼ばれててな。いつも他のバイトを紹介とかしてもらってるから、なかなか断れないんだよ。ったく相変わらずだな。こうの家って先月からご両親が海外出張中なんだっけ？1年くらいって聞いたけど、そんなにお金に困ってるの？ううん、おじさんたちから生活費は十分もらってるはずだよね。いろいろ差し引いたら小遣いなんて全然残らなくてな。それに、俺にとっちゃバイトが部活みたいなもんだしな。そうそう、中学の時からこっそりとやってたもんね。おっす、とわちゃん。もう、とわ先生でしょ。でも中学からってアルバイトとかOKだったの？そっか、じゅんくんは高校からだから知らないんだ。こうちゃん、表向きはお手伝いとして昔からいろいろと手を出してたの。そうそう、おじいちゃんに何度言われても懲りなくて。しかも昨日はまた深夜までアルバイトしてたんだってね。それは。いいですか、コウ君。深夜アルバイトは校則違反です。いとこだからって見逃してあげられないからね。そのうちおじいちゃんに知られちゃっても知らないんだから。ああ、もうわかったわかった。つうか学校でコウ君はほんとやめてくれ。
Thank you.
くれてよかったです。2年生の教室はさすがに行きづらくて。コウ先輩、どうかしたんですか？あ、そうそう、お父さんも先輩によろしくと。ストップ。悪い、ちょっと待ってくれ。すまん、誰だっけ？お、覚えてないんですか？あ、ちょっとショックです。でもそっか、そうですよね、最後に会ったのは小学生だったし。空です、生島空。ほら、ここの江流の道場で何度かお世話になった。お前、空坊か。じっちゃんのところに修行に来ていた生島流の師範の。懐かしい呼び方。そうです、あの空です。もうひどいですよ、妹弟子の顔を忘れるなんて。さっきトワさん、トワ先生に挨拶した時はちゃんと覚えててくれましたよ。悪い、しかし驚いたぜ。確か九州の方だっただろ、引っ越してきたのか。あ、いえ、私一人で上京しました。生島流を極めんとするならば、若いうちに見聞を広め、己が修行の場を見出すべし。そんな風にお父さん、師範に勧められたものですから。それで東京組んだりまで。相変わらずの武術一家だな。ふん。しかし変われば変わるもんだな。え？3、4年前は髪型も格好もワンパク坊主そのものだったじゃねえか。それがスカートなんか履いて、なんつうか成長したもんだぜ。あ、もうそれは忘れててくださいよ。ソラ、こんなところで何油を売って、ってあれ、時坂じゃない。おう、相沢か。これから部活か。そう、そこの空とね、なんだ、知り合いだったんだ。そろそろ稽古始まるわよ、空。先に道場行ってるからね。あ、はい、すぐに行きます。なるほど、空手部に入ったんだな。そうなんです、今日のところは失礼しますね。そうそう、ここの絵の道場にも週一くらいで顔を出すつもりです。よかったらそのうち組手でも付き合ってください。それでは。やれやれ、こんなところで再会するとは。しかし、ここの絵の道場か。ま、そっちは気が向いたらだな。可愛らしい子ね。時坂くんも今帰り？ああ、ヒイラギもか。もう帰ったかと思ってたが。クラス委員の仕事で少し呼ばれていたのよ。それで、さっきのことはどういう関係なの？もしかして。ちげえよ。子供の頃の知り合いってだけだ。昔、じいさんがやってる道場で何度か顔を合わせててな。
道場？へえ、時坂くんって武術とかやっているのね。ちょっと意外だわ。ま、最近は全然顔を出しちゃいないが。ん？どうしたの？いや、ヒイラギとこうして話すのもなんだか珍しいと思ってな。同じクラスになってからまだほとんど話してなかっただろ。そうね。せっかく同じクラスになれたし、改めてよろしくね、時坂くん。ああ。なあ、ヒイラギ、昔どこかで会ってたなんてことはないよな。意外と面白い人だったんだなって。でも口説き文句としてはちょっとベタすぎかしら。今時ステイツの男の子だってもう少し工夫すると思うわよ。そんなんじゃねえっての。ああ、もう何でもない。今のはとっとと忘れてくれ。気を悪くしないでちょうだい。そうそう、私の方からも聞いてみたいことがあったの。聞いてみたいこと？昨日の夜のことよ。何をしていたか覚えている？え？なんだ？赤い裂け目、黒い化け物。と、悪い。昨日の夜と言われてもな、遅くまでバイトが長引いて、その後は。ごめんね。深夜のアルバイトをしてるって噂を聞いて気になっただけなの。バイトもいいけどほどほどにね。それじゃまた明日。ま、ああ、またな、ヒイラギ。
あら、少年じゃない。いらっしゃい。どうもっす、雪乃さん。って。いい加減少年はやめてくんないっすかね。はぁ、珍しく客でも来たのかと思ったら、今日は何の用だったかしら？いや、あんたの方からバイトに呼んだんでしょうが。そういえばそうだったわね。いつもはよそにばかり斡旋しているからうっかりしてたわ。ゆうべは蓬莱町のバーだったかしら。一応、お疲れ様と言っておくわね。どうも。こっちこそいつも助かってるっす。厨房の時から色々と手伝い先を紹介してもらって。せっかくの若い労働力を有効活用しない手はないから。なんだったらそのうち、一日二件くらい組んであげましょうか。今くらいでちょうどいいんで。それで、今日の仕事ってのは？いつでも始められるっすよ。ああ、その前に、昨日のバイトについてだけど。
終わったら一応、その日のうちに報告を入れるよう。言ってなかったかしら。ああ、そういやそうだった。いや、すいません。昨日は深夜まで長引いちまって、ついうっかりしてたっつうか。本当にそれだけ？何か他に事情があったわけじゃなくて？え？いや、昨日は妙に疲れてたみたいで。バイトから帰ってきたらすぐに寝ちまったんですよね。風邪でもひいてたのかな？どう帰ったかもおぼろげっつうか。なるほど。え？さて、そろそろ仕事を始めてもらいましょうか。報告を忘れたペナルティとして、しっかり働いてもらうわよ。大体こんなとこか。たく、相変わらず人使いが荒いっつうか。少年、そろそろ休憩にしましょうか。人使いの荒いお姉さんが、紅茶でも入れてあげるわよ。地獄耳め。うっす、今行くっす。あの日も、こんな夕焼けの空だったか。あれからもう、10年も経つんだよな。東京震災。中学に上がる頃には、ほとんど復興も終わっていたっけ。俺もガキだったし、あの時のことは、おぼろげにしか覚えてなかったけど、まさか今朝になって、あんなはっきりした夢を見るなんてな。あれは？今の、しおりか？妙に後ろを気にしながら走ってたみたいだが。近頃、変な気配を感じることがあるの。自分の後ろに、何かいるような、そんな感じというか。まさか。あら、どうしたの？紅茶が冷めちゃうわよ。すいません。少し外れてもいいすか？ちょっと野暮用ができちまって。いいわ。行ってきなさい。まだ時間は残ってるけど、バイト代はおまけしとくわ。どうもっす。それじゃ。
なんだ。こいつは。こうちゃん、助けて。しおり。思い出した。俺はここを、この場所を知っている。昨日の赤い裂け目、黒い化け物、そして、あいつのことも。しおり、どこなんだしおり。頼む、返事をしてくれ。驚いたわね。まさかこの場所を再び訪れているなんて。ヒイラギ。また会ったわね、時坂くん。できればいつもの教室で会いたかったものだけれど。ヒイラギ、お前は一体。いや、昨日も見た。ここは一体どこなんだ。それにしおりは、あいつはどこに行っちまったんだ。やっぱり記憶を取り戻しているのね。落ち着いて聞いて。ここは現実世界と並行して現れるもう一つの世界。普段は見ることも触ることもできない世界の裏側。異界、私たちはそう呼んでいるわ。異界。そしてイクリプスという現象がひとたびゲートをこじ開ければ、人知れず現実世界への侵食が始まる。あなたと、そして倉敷さんはそれに巻き込まれてしまったの。わけがわからねえ。一体なんでそんなことに。理解できなくても無理はないし、する必要もないわ。とにかく落ち着いて一旦そこのゲートから出て。早くしないと。いけない、下がって。あの時の。異界の住人である怪異、グリードと呼ばれるものよ。異界のあちこちをさまよい、迷い込んだ人間に襲いかかる、そんな習性を持っているわ。それじゃあしおりは。ええ、かなり危険でしょう。一刻も早く保護しないと。すぐに片付ける。一旦私の後ろに。時坂くん？どうして俺たちの町でこんなことが。畜生、俺には何もできねえのかよ。こんなわけのわからねえ状況で黙って見ていることしか。力が欲しいかい。
君の中にある。見てごらん、これ。あ、さあ引き出してみるといい。すべてはそれからだ。その光は。うおー、来い、デイジングギア。ソウルデバイス。やっぱりあなたも的確者だったのね。わけがわからねえが、覚悟しやがれ、化け物ども。どうだ。しかし、なんだこいつは。どうして扱い方がわかるんだ。ソウルデバイス、異界で戦うための力よ。ソウルデバイス。その名の通り、敵各社の魂に移行をして権限するわ。でもいきなりそんな複雑そうな武装が現れるなんて、あなたは一体。細かいことはわからねえ。だから力を貸してくれ、ヒイラギ。この武器も、この世界も、わけがわからねえことばかりだ。だが、少なくともお前は、何が起きてるかわかってるんだろう。しおりを、あいつを助けるために、どうか力を貸してくれねえか。時坂君。いいわ、時坂君。今は一刻を争う状況。とにかく先を急ぎましょう。ヒイラギ、助かる。よろしく頼む。おそらく倉敷さんはこの迷宮の奥にいるはず。急ぐわよ、時坂君。ああ、
しおり。どうやら気を失っているだけみたいね。よかった。待ってろしおり。今。下がって、時坂くん。なんだあのデカ物は。エルダーグリード、この迷宮の主よ。あれを倒すことができれば異界化を収められるはず。だったらとっととぶっ飛ばしてやるだけだ。行くぞヒイラギ。やったのか。ええ、完全に消滅したわ。これで。これは。イクリプスの収束。現実世界に戻されるわ。任務完了ね。ここは、元のレンガ小道の裏道か。ええ、もう夜だけど、無事に戻ってこられたみたいね。うん。しおり！こうちゃん。私、何をして。しおり、大丈夫かよ。おい、消耗しているけど命に別状はなさそうね。そうか、たく心配かけさせやがって。どうした、どこか痛いとこでもあるのか。ううん、やっぱり、こうちゃんが助けてくれたんだって。こうちゃんなら、絶対来てくれるって。なんだそりゃ。このアホ。当たり前だろ、そんなのは。ひとまず一件落着ね。このイクリプスの頻度、やっぱり異常としか思えない。一体この街で何が起きているというの。
間違いない。確かめておく必要があるか。大した気配は感じないが、いずれにせよ。いでよ、アルカネガス。これも使命ならば、果たすまでだ。滅するがいい。この程度か。収束したか。侵食の深度もそこまでではなかったようだが。まあいい。私はあくまでも使命を果たすのみだ。かの霊剣使いも動き始めた。白の巫女もいずれ腰を上げるだろう。すでに祭は投げられた。後戻りなどできはしない。見極めさせてもらおう。この先に何が待つかを。